ッカーファンの皆さん、こんにちは。ワールドクラブチャンピオンフットボールカップ恵まれた天候の日産スタジアム、実況金武彦がお送りします。どちらが勝ってもおかしくないこの試合、勝利を手にするのはどちらのチームか。ワールドクラブチャンピオンフットボールカップ今スタートしました。カウンター攻撃に定評のあるチームです。ここのところ素晴らしい働きで守備陣をまとめています。狙ってきた、ワンズナップ、ピンポン、ゴール。前半22分、0-1、勢いづける先制点。一瞬の隙を突いたゴールです。シュートを放った、決まった、同点ゴールです。ここで同点、試合終盤に意地を見せます。さあベンチが動きます。後半31分、ジェラミー・マーフィー、ここで投入されます。ここでホイッスルが鳴りました。両チーム試合を決めることができませんでした。テレビをご覧の皆さん、ボロスターンです。チャレンジツアー、最高のピッチコンディションの中、カンプノーから実況金武彦がお送りします。スペインの強豪との対戦が始まります。初心のホイッスルで試合がスタートしました。カウンター攻撃に定評のあるチームです。どちらが勝ってもおかしくないこの試合、勝利を手にするのはどちらのチームか。勝負、ゴール。観衆の雄たけびが響きます。会心のゴールです。逃げ切るための指示が飛びます。後半からどんな活躍を見せてくれるんでしょうか。大きく成長したパワーで力強くチームを牽引します。ここからが彼の時間です。サッカーをこよなく愛する皆さん、ボロスタールです。ワールドクラブチャンピオンフットボールカップ、最高のピッチコンディションの中、エスタディオサンティアゴベルナベウから実況金武彦がお送りします。ラーム、この男が中心となり無失点試合を続けています。ワールドクラブチャンピオンフットボールカップ、今試合開始です。ついに開幕した新シーズン、優勝のためにもスタートダッシュを決めたい。先に先制点を手にするのはどちらのチームか。ここの練習量が多く確かな技術を持ったスペシャリスト集団となっています。狙ってきた、ワントラップ、ピンポン、ゴール。前半22分、0-1、勢いづける先制点。一瞬の隙を突いたゴールです。行く、ここでスルーパス、センタリング、同点ゴール。試合の行方が分からなくなりました。美しいゴールです。シュートを打った、ゴール。決まった、逆転ゴールです。ものも見事に決めてくれました。劇的な逆転勝ちでタイトルを獲得しました。ついに優勝カップを手にしました。